ボストンハイボールクラブへようこそ。今回はですね、現行型のフロムザバレルと特級時代のフロムザバレル、こちらを飲み比べていきたいと思います。前回のフロムザバレルの歴史に続いて、今回テイスティングさせていただくのが現行型のフロムザバレルと、こちら今から30年以上前の特級時代のフロムザバレル、こちら2本を用意して、どれぐらい味が違うのかをテイスティングしていきたいと思います。実際にですね、こちらの特級時代のフロムザバレルと現行型の大きな違いはですね、こちら瓶のデザインが若干実は変わってるんですね。現行型のフロムザバレルはですね、若干段が続いてるんですね。で、そしてこちら初期のボトルだと思われるんですけれども、こちらはですね、割としっかりとこの段などがなく、しっかりとした四角い、俗に言う小さな塊型のボトルということになっています。これいつ頃この段がついたんだろうね。誰か知ってる人いたら教えてください。実際にですね、以前の動画で日課のボトルの製造時期がわかるというものをやらせていただいたんですけれども、こちらにですね 20G24C と書いてあるので、こちらですね、大まかに計算しますと ABCDEFG、 こちら1987年製のフロムザバレルと思われます。こちらの製造時期の豆知識の動画についてはですね、また別途ご参照いただければなと思います。ではこちら早速ストレート、トライサップ、ロック、ハイボルト順を追ってテイスティングしていきたいと思います。ではストレートでテイスティングしていきたいと思います。ではまずこちら現行のフロムザバレルからテイスティング。若干のアルコールガラスさもありながら、割とでもね、思った以上に51度っていうことを考えても、アルコールガラスさはうっすらぼんやりしているので、その原酒の良さが際立ってる印象はあるかなっていう。濃厚な甘み、ココアとか黒糖とかそっち系の濃厚な甘みで、しっかりとした樽感、やっぱり度数由来のしっかりとしたガツンとしたアルコール感も感じられる。でもやっぱり先行して甘さが感じられるので、非常にしっかりとした熟成感とかも感じられる、不思議な感じやね。これでノンエイジって考えると、やっぱり皆さんが評価するのが分かる感じがします。じゃあ続いてこちら特級時代のフロムザバレルをストレートでテイスティング。あれ、何やろ、野菜を煮込んだよね、香りがするね。これ何やろな、ポトフみたいな香りがしたよ一瞬。その後にね、スモーキーっぽい洋土香も感じるし、今のとは明らかに香り立ちが違うぞ。今のとは明らかにブレンドが違う感じがある。あ、明らかにキャラクターが違う。甘みっていう点では一緒なんやけど、なんか割と余韻が短いな、スパッと切れるな。あれっていうぐらいにはキャラクターが違う。みんなの多分知ってるフロムザバレルではない。よりね、アルコール辛いのと、その濃い味やけど余韻がスパッと切れるので、ちょっと今のフロムザバレルのイメージとはやっぱり明らかに違うブレンドやわ。これちょっと今度加水してさらに追いかけていきたいと思います。では続いてトワイスアップでテイスティングしていきたいと思います。こちら現行型のフロムザバレルからテイスティング。華やかな香りが違う。もうアルコール辛さも感じへんし、やっぱりこのフロムザバレルっていうボトルの良さっていうのは、この加水してからが本領発揮って感じやね。しっかりと樽感も感じて、甘みが若干抑えられた分、さらにその後ろにアルコール辛さっていうのが消え去って、非常に飲みやすい仕上がりになってるね。フルーティーで飲みやすい宮城郷らしさっていうのをしっかりこのボトルから感じ取れる、そんなトワイスアップのイメージですね。
では続いてこちら、フロムザバレル特級ボトルをトワイスアップでテイスティング。なんやろこの重厚な感じ。ブレンドのそもそもの根本の考え方が違うなっていうのを感じるね。香り立ちからは割とね軽くは感じるんやけど、ものすごく香り立ちが弱い。この辺経年劣化なのか分からんけど、でもしっかりとね液面の減りもなかったし、しっかりとキャップもがっちりしまってたんで、もともとのそのポテンシャルなのかな。これがあ実にペターンとした甘み一辺との飲み口やね。でなんかね、今さっきファーストインパクトの時もそうやったんやけど、香り立ちが煮込んだ玉ねぎみたいな、ちょっと香ばしいオニオンスープのような香り立ちがあって、なんか独特の感じっていうのはあまり他にない感じやね。でも現行のやっぱりこの味わいとは全く違うな。スモーキーさで言えば圧倒的にこちらの旧ボトルの方にある。やっぱり余市原酒の力強さっていうのかなりピーティーな感じを受ける印象はあるけど、こっちからはそういうイメージが全くないから、逆に言うと本当ザ・宮城郷原酒って感じやけど、こっちはね割とスモーキーさとかも感じるし、いやいや全く味が違うウイスキーを飲んでる感じ、そういう印象を受けます。では続いてこちらですね、ロックでテイスティングしていきたいと思います。レッツロック。まずはこちらフロムザバレル原稿型をロックでテイスティング。香り立ちはしっかりこの華やかなフルーティーな感じが香り立つ。この辺やっぱ度数由来しっかりと香り立つ、ロックにしても弱くならない感じがフロムザバレルらしさというか、皆さんの大好きなフロムザバレルの感じですね。甘みでタルコでビター感、バランスが取れてるのもそうやけど、冷やしたことでそれらがしっかりと主張してくる。やっぱり元の度数が 51.4 度っていうことを考えても、しっかりとした香り立ちと味わい、フロムザバレルっていうのがいかに完成されてるか、でなんで人気があるのかっていうのはロックにしてやっぱりよくわかる。実に美味しいロック、香り立ち味ともにやっぱりすごいなと思いますね。では続いてこちら特級ボトルのフロムザバレルをロックでテイスティング。この玉ねぎっぽいニュアンス、炒めたり煮込んだ玉ねぎのニュアンスっていうのはこのロックでも出てくるね。なんか不思議やなこの感じ。あまり香り立ちで感じたことのないタイプの、ロックにすると抜群にうまい。ピートタルカンで後半に甘みが長く続く、それでいてしっかり余韻が長い。ロックにしたらむちゃくちゃ美味しくなった。いや原稿もうまいけど、ロックにした時のこのうまさは異常やなっていう。何やろこの、あーすごい、ものすごく甘みが濃厚、もうほんまに蜂蜜直で舐めてるぐらいの甘さ。いやブレンドの違いというか、こっちはね果実的な華やかさで、こっちは糖蜜系の華やかさ。同じ甘さでもねちょっとベクトルの違う甘さがありますね。非常にブレンドの設計図にそもそもが違う印象を受けます。ではラスト、こちらをハイボールにしてどう変わるのかをテイスティング。ではラスト、フロムザバレルをハイボールでテイスティング。まずはこちら原稿型のフロムザバレルをハイボールでテイスティング。うっすらと香り立つこの爽やかな果実感、若干やっぱ酸味がある
ので、うん、ロックあたりがやっぱ最適解なのかね。うん、実に美味しいけど、この酸味は割と好き嫌いが分かれる印象、うん、これを好意的に捉えられるか否定的に捉えられるかで、フロムザバレルのハイボールに対する印象っていうのはガラッと変わると思います。でも個人的には悪くない感じ、うん、しっかり度数由来のボディ感を感じるので、そこに関しては非常に完成度が高いかなと感じます。ではこちら、特級時代のフロムザバレルをハイボールでテイスティング。さすがにあの不思議な香り立ちはなくなったので、うん、割と香り立ちはない感じ。あ、古酒っぽいイメージのこのホコリっぽい感じが顔を出す感じやけど、この時代特有のボディ感、この樽感っていうのはしっかり感じることができる。うん、現行型に比べると酸味が抑えられてて、なおかつその飲みやすいので、ハイボールに関してはむしろこっちの方がうまいかもしれんなっていうぐらいには、うん、逆にこの独特の酸味っていうのが現在出てるんやけど、これがこの時代のブレンドにはないっていうことは、やっぱりその原酒構成の違いっていうのももちろんやけど、これはやっぱり水割りあたりをやっぱ意識してるのかなっていう印象かな。うん、飲んでもしっかりと樽香を感じられる。で、うん、こっちはやっぱ華やかなハイボール、うん、こっちはどっしりとしたハイボール、うん、やっぱりね、同じフロムザバレルといっても、やっぱりこのボトルデザインに若干の違いがあるように、このしっかりとブレンドの変遷っていうか、着地点の違いっていうのは間違いなくありますね、うん、というわけでですね、今回は前編の歴史に続いて後編は飲み比べを行ってみたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。実際にこちら現行型と特級時代、実に30年以上の開きがあるわけなんですけれども、もう完全に別物ですね。正直なところ、フロムザバレル、僕らの知ってるフロムザバレルの美味しさ、もちろんこれも非常に完成度が高くていいものなんですけれども、こちら昔のフロムザバレルの味わいの原点っていうんですかね、はこういう感じだったんだなと。実際ですね、このフロムザバレルというボトルはウイスキーファンの間では非常に評価の高いボトルとなっていまして、皆さんですね、一度は飲んだことがある、もしくはこれから試してみたいという方も多いかと思います。実際に価格もですね、こちら 500ml で3000円しないぐらいで手に入るので、ぜひぜひ一度手に取っていただけたらなと思います。まあ確かにですね、多少手に入れにくいという側面はあるんですけれども、転売価格で手に入れる必要はもちろんないんですけれども、たまにですね、酒屋に行くと割と、なんやったらスーパーの棚にね、こっそりおったりするので、そこら辺狙い目ですので、ぜひゲットしていただけたらなと思います。ボッサンハイボールクラブでは引き続きいろいろなことにチャレンジしていきたいと思っております。いいね、チャンネル登録、コメントなども引き続きお待ちしております。まだまだ舌足らずな点、勉強不足な点多いですが、応援よろしくお願いいたします。長い時間ご視聴ありがとうございました。ボッサンハイボールクラブでした。